平野紫耀、ルイ・ヴィトンのランウェイで輝く、香港ファッションショーに登場した彼のファッションセンスに賞賛の嵐。日本の人気俳優であり、ナンバー・アイ、ナンバー・アイのメンバーでもある平野紫耀26が、香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーに参加し、その様子を自身のインスタグラムで披露しました。 彼のスタイリッシュなルイ・ヴィトンのコーディネートがファンやフォロワーから絶賛され、幅広い反応が寄せられました。この記事では、ヒラの仕様のファッションに対する熱狂的な反応や、彼が香港のランウェイで披露したスタイリングについて詳しく掘り下げていきます。 平野紫耀が香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーに出席したことは多くのファンにとって大きな驚きと興奮の対象となりました。彼は自身のインスタグラムでこの特別なイベントに参加したことを報告し、アットライス・ルーテンから2024プレフォールメンズファッションショーにご招待いただき、香港にお邪魔してます。 と前置きし、その後、サンクユーフォーハビングミーアットライスルーテンと感謝の意を表明しました。彼がシェアした写真では、緑の黒のルイビトンのスーツに身を包み、木と茶のバッグを持ってランウェイを歩く姿が捉えられています。このスタイリングに対してファンからは、とってもかっこいいです。スーツが似合っています。 カバンも黄色でオシャレですね。いろいろな表情のしようくんが見れる幸せな写真ありがとう。といった翔さんのコメントが相次いでいます。また、彼が投稿した別のショットでは、黒の T シャツとデニム姿で歯ブラシのようなものを加えて自撮りをする様子が収められています。このオフショットに対しても素敵な時間でした。イケメンすぎる炭治郎やん。大人なファッションのショくん。 変わらない優しいほわほわ笑顔にほっと癒されました。とっても素敵です。インタビューもかっこよかった、といったコメントが寄せられ、彼の多様な魅力にファンたちはメロメロとなったようです。ファンからの反響を見ていると、平野の仕様のファッションセンスが広く支持されていることが伺えます。特に、香港のランウェイで披露されたスタイリングは、とびきり美しくてワクワクしてます。 8年前からく君についてきて、たくさん素敵な景色を見せてもらったけど、今回は飛び切り美しくてワクワクしてます、といった興奮と感動の声が反映されています。これには、彼の個性的でありながらも、洗練されたファッションセンスが大きく影響していることでしょう。平野潮は、そのファッションセンスだけでなく、彼自身のポジティブで優しい笑顔や、 常に進化し続ける姿勢もファンにとって魅力的な要素となっています。香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーに参加した平野紫耀。彼のファッションセンスがファンやフォロワーから高い評価を受け、そのスタイリングが飛び切り美しくワクワクを与えるものであったことがわかりました。 彼の個性的で洗練されたスタイルは多くの人々に愛され、彼のファッションアイコンとしての地位を一層確立させています。平野仕様が示すように、ファッションは単なる服装を超えて、個性やポジティブなエネルギーを表現する手段となることができます。彼のファッションに込められたポジティブなメッセージや、ファンとのコミュニケーションを通じて彼が築いてきた絆は、 彼の成功の一端を物語っています。今後も平野市用のファッションとその進化に期待が寄せられる中、彼の魅力的な姿勢がますます多くの人々に影響を与え続けることでしょう。